皆さん、こんにちは。有名作品に出演するようになったのは40代になってからと遅咲きではありますが、確かな演技力で作品ごとに様々な役柄を演じ分け、300の顔を持つ男、カメレオンなどの異名を持ち、日本を代表する名バイプレイヤーだった俳優の大杉蓮さん。そんな大杉蓮さんは2018年2月に突然この世を去りましたが、その死は実は予言されていたと噂されています。そこで今回は大杉蓮さんの死の真相などについて詳しく見ていきます。まずは大杉蓮さんのプロフィールと経歴を簡単にご紹介します。本名大杉隆、生年月日1951年9月27日出身徳島県小松島市、身長178センチメートル、血液型 B 型、職業俳優、没年月日2018年2月21日徳島県小松島市で生まれた大杉蓮さん。千代小学校、富岡小学校、富岡中学校、城北高校を経て明治大学に進学し、明治大学在学中に演劇に出会うことになります。1973年には雑誌新劇に掲載された典型劇場の主催者太田翔吾さんの記事に感銘を受け、大学を退学し、太田翔吾さんの劇団員募集広告に応募して研修生として採用されます。そして同年6月に22歳で別役実作品門の娼婦を買いに来る客 A 役で舞台デビューを果たすと、その後太田翔吾さんの典型劇場に入り、舞台俳優として本格的に活動を開始しました。1980年になると新東宝映画のピンク映画金箔生贄で映画俳優としてデビューし、それ以降は日活ロマンポルノや新東宝映画などのピンク映画に出演するようになり、1980年から1985年頃までは主演作品を含め1年で10から20本のピンク映画に出演するようになります。しかし1985年以降は一気にピンク映画の出演を抑えるようになり、1988年の地下鉄連続レイプ愛人狩りを最後にピンク映画に出演することはなくなります。それ以降は典型劇場の活動に専念しますが、1988年に典型劇場は解散してしまい、様々な作品に出演して演劇界で活動を続けながら映画界への復帰を模索していきます。しかし1990年以降も希望するような良い役を得ることはできず、ピンク映画ではないものの V シネマへの出演が増えていき、1990年代半ばまでは V シネマを中心に活動していきます。そしてそんな大杉蓮さんの転機となった作品が北野武監督のソナチネ。最初はセリフのない電話番の役でしたが、現場で北野武さんから全部アドリブでやってという指示を受け、アドリブで演じたところ大杉蓮さんの演技力に監督の北野武さんが感心し、脚本を書き直して大杉蓮さんの役を大きくし映画の中で主要人物にしています。このソナチネの出演をきっかけに V シネマだけでなく幅広い作品に出演するようになり、1998年の花火では下半身不随の元刑事という難しい役を演じ、作品はベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞。大杉蓮さんも国内各映画賞の助演男優賞を多数受賞しています。その後は偉人や堅実なサラリーマン、教師、校長、誠実な父親、ホームレス、刑事、犯罪者、サイコパスのような異常人格、変態などを演じ分け、300の顔を持つ男、カメレオンなどの異名で呼ばれるようなバイプレイヤーになりました。そしてそんな大杉蓮さんは2010年以降は俳優としての枠を超えた活動も始め、ぐるナイのコチになりますなどのレギュラー出演やサッカー関連の番組にも出演していきます。実は大杉蓮さんは大のサッカーファンだそうで、高校時代はサッカー部で、サッカーなら一日中見ていられるというほどのサッカー好きだといい、特に出身地の徳島県のチームである徳島ヴォルティスの熱狂的なサポーターで、撮影現場からスタジアムに足を運ぶほどだったそうです。さてこのように順風満帆な人生を送っていた大杉蓮さんですが、2018年2月21日に突然亡くなってしまいます。
そんな亡くなる前日の2018年2月20日、大杉蓮さんはバイプレイヤーズ、もしも名脇役がテレ東朝ドラで無人島生活したらの撮影で千葉県富津市に滞在していました。2月20日は午前8時から休憩を挟みながら午後9時に撮影が終わり、大杉蓮さんは共演者と一緒にホテルの外に食事を取りに出かけ、午後11時にホテルに戻っています。その後、大杉蓮さんはバイプレイヤーズ主演5人の LINE グループに具合が悪いと書き込み、それに気づいた松重豊さんが病院に行こうかと提案し、松重豊さんらに付き添われてタクシーで救急病院に向かったそうです。ですが到着時にはすでに渋滞になっていて、総合病院への搬送も検討されましたが治療が間に合わないと判断され、その救急病院で治療が続けられましたが、懸命の治療の甲斐もなく2月21日午前3時53分に死亡が確認されました。大杉蓮さんの最後は、駆けつけた大杉蓮さんの奥様やバイプレイヤーズのキャストである田口智朗さん、三石健さん、松重豊さん、遠藤憲一さん、さらにスタッフなどが見取ったそうです。葬儀は家族葬で行われ、その後4月14日に行われたお別れ会では田口智朗さんや草薙剛さんが弔辞を読み、映画監督や俳優など約1700名が参列しています。いかに大杉蓮さんが慕われていたか、名バイプレイヤーとして重宝されていたかが分かりますね。症状が出てからわずか4時間程度で亡くなってしまった大杉蓮さん。そんな大杉蓮さんの死因は急性心不全と言われており、その病状の進行具合から急性心筋梗塞や大動脈解離だったと推測されています。ですがここで、急性心筋梗塞や大動脈解離は胸の病気なので、大杉蓮さんが腹痛を訴えたことに疑問を抱く方がいらっしゃるかと思います。ですが医師によると、急性心筋梗塞では腹痛が起こることもあるそうです。ただ心筋梗塞の場合、胸痛プラス腹痛が一般的であり、腹痛だけというのは少しおかしいと主張する医師もいるといい、腹痛なのに急性心不全という一般的には疑問が生じる報道だったため、大杉蓮さんの死の真相は実は違うところにあるのではと言われるようになったのかもしれません。ですが大杉蓮さんの死にはまだ謎があり、大杉蓮さんの死亡はヤフー知恵袋で予言されていたのではないかと言われています。一体どういうことなのか説明していきます。大杉蓮さんが死亡する1週間前の2018年2月14日、ヤフー知恵袋に次のような質問が投稿されました。大杉蓮の死亡日は、大杉蓮さんの死亡した日は2018年2月21日ですから、この質問が投稿された2月14日はまだ大杉蓮さんは存命ですし、病気などの報道もありません。なのでこの質問が投稿された時点では、この質問の意味は全くわからない状態でした。しかしこの投稿に対しては回答締め切りが1週間後に設定されており、その1週間後とは2月21日で、大杉蓮さんが死亡した日と合致するのです。またこの質問の上部にはあと何日と表示される仕組みになっており、大杉蓮さんが死亡するまでの日にちがカウントダウンされていくように見えるのです。しかもこの質問のカテゴリは事件事故になっており、大杉蓮さんが亡くなった後この質問は削除されています。さてこのヤフー知恵袋で大杉蓮さんの死を予言する質問をしたのは浜0600というアカウントですが、このアカウントは大杉蓮の死亡日はという質問をする2秒前に作られています。普通に考えたらありえない行動ですので、余計に不気味さを感じるのではないでしょうか。またツイッターのアカウントにも浜0600というのがあったそうですが、こちらのツイッターアカウントは死亡日の2018年2月21日に作られているそうです。この浜0600は預言者なのか、また何のためにあんな質問をしていたのか気になるところですが、現在もこちらは謎に包まれています。では最後に大杉蓮さんの死の真相に迫っていきます。大杉蓮さんは一般的には急性心不全による病死とされていますが、戦術したような謎の出来事などから他殺説もあります。さらに大杉蓮さんはバイプレイヤーズの昨日の回やぐるないの収録中に死について語ってた、
売る内が2時間スペシャルかつ同窓会的な内容など直近で死について語っており、これらのことがあったため大杉蓮さんの死の真相は他殺なのではないか、大杉蓮さんは自分が殺害されることを予感していたのではないかと噂されているのです。しかしこれに関しては大杉蓮さんの長男であるフォトグラファーの大杉俊平さんがネットの世界の話しからなのですが、真相はと聞いてくる方がいるので書きます。父大杉蓮の死は他殺ではありません。またヤフー知恵袋で死亡日が当たったとあるようですが、人の死を予想するなんて絶対にあってはいけません。それを聞かれて家族はどう感じるかを考えてみてください。一人の命は重いものですと他殺説をきっぱりと否定しています。なので大杉蓮さんは病死ということで間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は大杉蓮さんの死の真相などについて詳しく見ていきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。